この日は2024年1月2日佐賀市鍋島町に鎮座する五龍神社に初詣に行ってきました。今年は辰年です。こちらの五龍神社は社名の通り、主祭神は龍神様をお祭りしてあるので、今年の干支にあやかり参拝に訪れました。海道神の龍神様は五穀豊穣、商売繁盛、交通、航海安全、安産、諸災除去の守り神として信仰されています。他にも廃止として天照すすめ大御神、仁徳天皇、菅原道真公がお祭りされています。由緒によれば、当地方の豪族田中という長者が広く商売を営み、巨万の財宝を蓄えました。大陸とも交易をしたため、海上の平安を祈り、友人を信仰していました。ある夜、霊夢によって村の西方の海中から避難除去の守護神の黄金色の霊石を得、村の西宮に祠を建てて五龍社と称しました。時は西暦564年、1400年以上前のことです。後には同じ佐賀県にある余嘉神社の拙者として二宮とも称せられました。境内にはたくさんの境内社もお祭りされています。こちらは稲荷神社になり、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全などの御利益があります。如意山と刻まれていますが、京都にある如意ヶ岳のことでしょうか。本殿裏にはたくさんの石碑が並べられています。相当古いもののようです。古くからこの地に根付き、地域の方に昔から信仰され、大切にされていたことがわかりますね。大神宮は天照大神を祀ったお宮です。アステ光神社はその名の通り、手足の怪我や病気に御利益があります。薬師如来とは仏道界のお医者様と言われ、病気や怪我を併癒し、心身の健康を守ってくださる神様です。こちらにも稲荷神社が祀られています。九頭竜は竜の中で最も神格が高い竜の王で、一つの体に9つの頭を持つ竜神です。佐賀県は吉野ヶ里遺跡が有名ですが、
五龍神社付近の水田にも古代土器の破片が広く数多く散逸しており、こちらの周辺も古代社会が繁栄していたようですね。財運、開運、芸能上達などのご利益があります。今年の辰年は昨年まで努力してきたことが実を結んで成就する年になり、さらなる努力をすることで成功にスピード感を持って近づける年となるそうです。